レバノン軍、レバノン軍、レバノン軍、レベニッツアームドフォーセス、ラフは、レバノンの国軍である。陸軍、海軍、空軍の3軍からなる。レバノン軍の主な任務は、国内の治安の安定と維持であり、国境や港の警備に救助活動、消防活動、それに、麻薬密輸の取り締まりを行っている。また、レバノン内戦や旅重なるイスラエルの攻撃で、 破壊されたインフラストラクチャーの復興や国内中に布設された地雷撤去も任務として重要視されている。3軍はラフの司令部に指揮されており、司令部は首都ベルートの東のヤルゼに位置している。計6つの軍関係大学、学校が存在する。何人かの士官候補生は他国に送られ、追加の教育を受ける場合があるアメリカ、フランス、イギリス、 シリア島。レバノン軍の装備は約85%がアメリカ製で、残りはイギリス製やフランス製、ソ連製である。初期はフランス製が主流だったが、内戦以降は断続的にアメリカによる装備の供与が行われ、内戦末期の解放戦争時にはアメリカからの供与が立たれたアウン将軍派政府軍に T-55 など、 ソ連製の装備がイラクから供与された。内戦終結後は再びアメリカが主軸となって供与が再開された。さらに各宗派の民兵組織やパレスチナ人組織から回収した装備も使用されている。2006年のレバノン侵攻においては兵士22人が死亡し63人が負傷。対空攻撃を除いてイスラエル軍との直接的な衝突は見られなかった。 しかし、イスラエル軍の空爆においては、レバノン軍部隊や施設が攻撃対象となった。停戦後の9月以降、国連レバノン暫定軍と共に、南部への進駐、イスラエル軍とヒズボラの兵力引き離しを開始している。国防大臣は、サミール・ムクビル、2014年10月現在。2014年現在、シリア内戦の影響を受けて、シリアとの国境地帯で、 アルイコールヌスラ戦線との散発的な戦闘が発生している。また、アメリカ、EU、サウジアラビア、イランなどから資金及び装備の援助がたびたび行われている。総員7万1800人。レバノン領土は5個管区に分かれる。陸軍の作戦単位は旅団であり13個旅団からなる。その外6個独立特殊作戦大隊2個。 公平連隊、三個支援連隊が存在する。すでに退役したものも含む、BM-21、BM-11、BM RM-70。レバノン海軍は、23mm 連装機関砲を装備した、小海艇7隻、機関銃を装備したモーターボート27隻、フランス製陸型汎用揚陸艇、老旗2隻を保有する。基地は、ベールート、 12へ、トリポリである。内戦ではほとんど活動することができず、稼働していた基地もマロン派キリスト教徒の本拠地である、12へに限定されていて、レワノン領海では、イスラエル海軍やシリア海軍、国内の民兵組織の武装船舶が、調量幕庫する事態になった。内戦末期の解放戦争では、親イラクのアウン派政府軍によって、海軍基地が総攻撃を受け、その開始直前に、 レバノン海軍の艦艇が沖合に避難したという、逸話もある、当時の海軍司令官ハラウィは親シリアのハンアウン派であり、内戦末期にシリアの後押しを受けて大統領となった。小海艇は内戦後にレバノン軍団から没収した。小海艇、イスラエル製のドボラ級高測定を含むが一部、使用されている。なお、ドボラ級は保管された後、 イスラエルの南レバノン撤退の際にイスラエルに返還されている。2007年にはドイツから沿岸警備隊や税関で使用されていた中古の紹介艇や練習艇を供与されることとなり、2008年に入ってその一部がレバノンに到着している。この他に長距離沿岸レーダーは保有していたが、ヒズボラにレーダーの観測情報を提供していた疑いでイスラエル軍の攻撃によって 壊滅状態に陥ったと言われる。こちらもドイツの援助によって再建されつつある。レバノン海軍とは別枠であるが、レバノン陸軍の海兵コマンド旅団が存在している。政治情勢などにより断続的であるが、アメリカ海軍のシールズから訓練支援を受けており、部隊のエンブレムもシーズのエンブレムに、レバノン杉をあしらったものである、前傾のエリク型老旗を用いた海軍との、 共同療養戦訓練も行われている。レバノン空軍は1982年のイスラエル軍によるレバノン侵攻時に壊滅状態に陥った。山岳戦争でハンターが支援攻撃を行って以降は長らく実質的な防空能力を有していない。現在は第一戦での使用に耐える戦闘機はなく1950年代に開発された。 旧式のハンター戦闘機及びその複雑型、アキュ、作戦転換訓練用が、対地攻撃機として、少数運用されていたが、2014年に退役した。その外、SA-342、ガゼル戦闘ヘリが2から7機保管されている。以前は、ミラージュ E 戦闘機も運用していたが、退役して、パキスタンに売却された。 内戦の勃発した1975年に数期のハンターがイスラム教左派勢力に空爆を加え、ドーハや PLO によるベールート郊外の大統領府の包囲網を一時的に破り、当時のスレーマーン・フランジーエ大統領を論破、キリスト教徒の中心地であるジュニエに無事避難させた。1982年のレバノン戦争後、本来の基地であるラヤークが、 シリア国内の長距離砲の射程圏内にあり、また、ベイルートは、サハミンペイやパレスチナ組織の支配地域であった、南ベイルートに位置していため、ハンターは、ジュニエ地区の高速道路を滑走路に改造した仮基地に避難した、現在は撤去。この仮基地建設には、アメリカ海兵隊が協力したと言われる。1982年に、山岳戦争において、 同じくハンターを対地攻撃に、ジュニエから出動させたが、イスラム教左派勢力やシリア軍によって、数機が撃墜され、一部の被弾した機体はキプロスに不時喫した。2007年、レバノン北部で反乱が発生した際には、同空軍は UH-1 に、本来は、ハンター用とみられる無誘導爆弾を搭載させ、反乱勢力の拠点への攻撃任務に従事させた。 現在稼働しているのはヘリコプターが中心であり、SA342、UH-1、色濃いた目的ヘリ15機、アグスタウェストランド O139 用人輸送ヘリ、小数機、シコルスキー S-61 消防ヘリ小数機、ロビンソン R-44 ヘリ4機、2005年導入、練習用などである。防空よりも、兵員輸送や、民生活動、 山火事の消火活動などに力を入れている。陸軍には空中機動部隊があることから小規模なヘリボーン作戦も実施されている。上記の通り長らく防空能力を欠いていたが2008年にロシアがロシア空軍から中古のミグ -29 を10機無償供与すると表明した。しかし2010年2月27日にレワノン政府はミグ -29 の受領を辞退し、 代わりに10機のマイナ二 -24 攻撃ヘリコプターを発注した。このほか、アメリカからヘルファイア対戦車ミサイルで武装可能なセスナ208が国境監視や輸送用として一機導入されている。ベイルート、ラフィク・ハリリ国際空港、ラヤーク、ベッカー高原、他、レバノン軍は、情報機関、軍事情報部、ムハバラート・アルミ、フランス語、 連戦面とミリティアを有する。レバノンの情報共同体は、同国の政治システムと同様に、周波別の職務分配原則に従っている。現軍事情報部長、ライモニ・アザルは、大統領と同じく、キリスト教徒である。また、シリアの影響も強く受けており、アザルは、シリアの区物とされるレバノン総合保安総局長官、ジャミル・サイードに同職に抜擢された。 1980年代に徴兵制が施行されたが、内戦のためにほとんど招集されることはなかった。しかし、1990年に入り、内戦が終結すると、兵力増強と国防費の節制という観点から、フラグサービスとこれる事実上の徴兵制度が施行されることとなった。この制度の大きな特徴としては、軍隊入隊によるレバノン国民としての自覚を、 全宗派の青年に求めることである。また、同時に、内戦前から軍ばかりでなく、レバノン社会に蔓延する、宗派主義の緩和と撤廃という目的もある。内戦中までは宗派ごとに、閣僚団が分けられ、国防意識以上に、宗派内の連帯性が尊重されるという事態を、もたらしていた。実際に、内戦中は、将兵が、 所属宗派の民兵組織に脱走したり、旅団そのものが政府の意向を無視して民兵組織の指揮下に入れたりするという分裂状態を生み出した。こうした事態が再発しないよう、各宗派の将兵、特に司会は定期的な所属部隊の移動が行われ、多宗派との交流による宗派主義の緩和を目指している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。